あ、これワンチャン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 あるワンチャンある。あ、ダメ、あ、ダメ。いけるいける、本当に本当にいける、本当に本当にいける、本当にいける。回復2、回復2。わっさっ、ヤピマルです。はい、ということで今回ですね、デュオバトルロイヤルやっていこうと思うんですけども、今回はゲストに来ていただいております。こちらです。はい、トシと言います。よろしくお願いします。お願いします。トシさんはじゃあ何をやっているんですかね。普段カードゲーム系の、はい、まあ、動画を上げていて、でそれを、はい、YouTube で投稿したりとか。なるほど。で生放送にメインにやってますね。あ、生放送メインですね。はい、で知り合いからちょっとブロスターを紹介されて、はい、まあ、ちょくちょくブロスターの動画も上げさせてもらってるんですけど。なるほど。あ、結構ね、楽しいということで。楽しいです。ハマってブロスター楽しいですよね。トシさん、デュオバトルロイヤルってやったことありますか？ありますよ。ありますか？勝てますか？結構やるんですけど、はい、あんまりでもやる友達がいないんで。そっちなんです。ソロで。そっちなんです。なるほど、なるほど。なるほど。なんか、まあ、はい、知らない人とデュオするのもなーみたいな感じになっちゃって。野良ではじゃ入んないですね。あんま入んないですね。まあ、連携大事ですもんね。結構大事ですよね。気づいたらなんか一人になっちゃうし。ちょっと連携、そうですね。連携なんですけど。連携をやっていかなきゃいけない、このデュオバトルロイヤルで。やっぱ死んじゃいけないとはもう鉄則じゃないですか。あ、鉄則ですよね。死んじゃいけない、やっぱ死んじゃいけないって言ったら、もう回復すればいい、回復すればいいって言ったなったらこの2体っていう感じで。この、あー、なるほどね。ポコと、はい、はい、ということで今回やっていくのは回復に積みなら絶対に死なない説。やっやっ、はい、ということで今回このパムとポコの、まあ、ブロスタの中の回復キャラといったらこの2体なんですよね。この2体なんですけど、まあ、この回復バンバンやりまくって絶対死なないで絶対もう1位取れるっていう、もう確信、確信、この2体揃ってるだけで確信ですね。余裕ですか？余裕です、余裕です。もうヤピマルさんにじゃあちょっとキャリーしてもらおうかな。あ、もうやっちゃいましょう。はい、ということでそれでやっていきます。ポチエナジーいきましょうか。エナジーパワーキュー、やっぱエナジー取るの早いですよね。そうですね、近距離に持ってって攻撃するとなかなかの火力なんで。でこれポコも範囲攻撃なんで索敵はなかなか、カーブも箱がない。あ、ただない。敵がいる、敵がいる。ああ、これ一旦じゃあこのどうしましょう。これやりますか、ブロックの方いきますね。ブロックと、ブロックは柔らかいですよね。そうですね。オーケーです。行きましょう、行きましょう。これ詰めましょう。詰めで。あ、下囲まれてる。囲まれてる。やばいやばい。回復。あ、下。あ、やりましょう、行きましょう。これやります、やります、やります。いける。いける。いった。回復で。もっといける、もっといける。もっといける。いった。OK。あ、中。中。OK、あと一発。あと一発。OK。お、ない。強い。本当に知らない。回復打ちましたよ、自分しかも。回復する。やっぱ回復したら死なないですね。当たり前だけど。さあさあ、あと3チームですね。9個っすよ。中入りますか、これ。一旦これじゃあ。おー、いいっす。いいよ。くれた。あ、なんか囲まれてるな。囲まれてますよ、これ。囲まれてません？上と横から。じゃあ、挟みに行きますか、これ。他の敵と挟み行けば、割といける感じ。回復。おー、死ない。あー、死ぬの？死ぬの？やばい。おー、でもどうした？オッケーです。一旦回復。回復ないけど回復するっていうことですね。オッケーです。いや、痛い。やばいです、来た。死ぬ。うまい。倒したけど、もう。ナイス。めっちゃナイス。オッケーです。一旦引きましょうか。中。僕たち10ですからね。強いですよね、こう考えたら。10しかも回復量もバカ高くなるんで。これもう、ああ、もう強い。もう強い。あとどこにした？回復。ああ、痛い。おお、しない。強い。本当にしない。強い。ガチです。ここじゃないですか。あい、強い。あ、湧いてきた。全然死んでやるじゃない。いや、本当に。やば。ガチじゃん。いや、この子も強いですね。強い。あ、これ下2個。行きましょうか。で、右上に1個あるんで、他の敵が来る前に先に取っちゃいますか。自分ちょっとジェシー見ときます。あ、すごいな。2発で割れるんだ。一
旦これ、あ、右の小橋に行きましょう。右行きますか。わかりました。イリコさん来た。イリコ。よし、イリコ。よしよしよし。いや、HP が。やばいやばいやばい。やばいけど、やばいけど、ちょっと。囲まれてる。囲まれてる。あ、痛い。あー、やばいやばい。死ぬ。あ、来た。ちょっと待って。怖い。やばい。5、4、3、2。やばい。かなりきつい。わいた。一旦引きますか、これ。引きます。わかりました。回復ないとちょっと辛いですね、この編成は。必殺が溜まるまでが大変。やばい。挟まれた。あー、囲まれた。まあ、そういうことっすよ。そういうことですよ。回復がなきゃないとダメですね。ダメです。そういう編成です。回復じゃ一回、そうっすね、難しいっすね。距離感頑張って食べるのが結構大変かも。そうっすね。いやでも食べに行きましょう。じゃあ食べに行きましょう。食べに行きますか。安全に。自分じゃあちょっと見張りします。見張り、パワーキューブ取ってる間見張りします。僕がパワーキューブ。はい、右から行きますか。そうですね、この1個のやつを取って上ですか。上行きましょう。よし、オッケー、行きましょう。で、これで一旦これも押し切っちゃいたい。押し切れそう。お、必殺も溜まってる、すごい。で、回復。オッケー。まだ僕いらないんじゃないですかね。いや、ポコ強くないですか。ポコ強。まだありますか、そっちなんか。左上ありましたよ。ありますか。自分見張っておきます。見張りっす。左上行きますね。はい。オッケー。危ない。死んだ。下行ってください。下行ってください。右から遠距離弾が来ます。ポコ、あ、ちょっと。ポコ強いと思ったのに、勘違いしてた。あ、でもなんか。行っちゃいます。おー、行く。ナイス。でもあれ拾われちゃう。7、8、8。うわ、8、8。一旦行きますか。8はやばいです。8は脅威です。もう回復とか関係ない。回復とかの前に即死。このブロックがさっきトシさん倒したブルの仲間なんですよね。そうですね。00なんで、一旦、挟む。この挟む形で。このリコと挟む感じ。あ、でもリコやばい。います。回復。OK。倒した。お、いけます。それ、いけそう。必殺がなければいけそう。OK。うわぁ、大丈夫。あ、でも、行ってる。あ、ナイス。しかも行った。あ、でも。あ、これちょっともう、あ、やばい。あ、でも回復2済みっす、一応。確かに一応今回復2済み。めっちゃ回復してる。どうしようかな。あ、ちょっとタラに取られたのもったいない。行けばよかったな。中やりましょう。ナイス。あ、で、ペニーがあれだから、あ、左上にリコが。オッケー、回復。あー、痛い。あ、だめ。左行きますか。回復しよう。あ、もう壊れた。タラどこですか。タラが11ですよね。あれ11ですよね。タラを先にどうにかしないと。タラを使って、もう、危ない。痛い。オッケー。それはもう逆にこっち。ナイス。一旦待ち。回復してください。あ、出ちゃった。出た。バレる。入れ。オッケー。あ、でも湧いちゃった。いや、無敵状態になった自分が突進、突るんで。オッケーです。回復。あ、これ、ワンチャンある。当たねえ。いける。本当に。回復通。あー！勝った。やばい。こいつ、回復だけで勝った。やっぱ強いな。強いですね。強くないですか、これ。9番強いですね。あ、ただ11。自分、1でしたね。やばすぎる。すごいな。いや、もうこれいいんじゃないですか。これ設立証で最強でいいんじゃないですかね。これ最強ですね。これ強すぎる。回復2つは今日バトルロイヤル最強説。びっくりした。強すぎますね、これ。いやー、やべえ。12発はもう本当に強いですよね。あれで勝てんだって話ですよね。回復しまくって勝つっていう。はい、ということで今回はね、回復2済みなら絶対負けねえというか、まあ負けちゃったんですけど、まあめちゃめちゃ強いっていうのはもう確認済みということで、なんで皆様ぜひとも使ってみてくださいということで、今回ですね、トシさんに来てもらったんですけど、トシさん YouTube やってるんで下の概要欄にリンク貼っておくので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いいたします。トシさんどうでしたか。いや、楽しかったです。ヤピマルさん、うまくないし
いやまあ回復が強かったです。回復が回復強いですね。回復強いです。結論回復強いって感じで OK です。いいですね。はい、はい、ということで今回このラジオ終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それではお願いします。バイ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 。